こんにちは。センターCLRのアーカイブ、メイキングアーカイブ IL2C の、42回始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ、今回は前回の続きからですね、ちょうど開いてあるんですけども、まず、コンストラクタ定義が出力されていない。で、まあ、当然ですけど、そのコンストラクターに紐づく、定義されているクラスですね。クラスタイプテストターゲットも出ていないので、これらを出すようにしましょう。で、まずは、多分そんなに難しくないので、クラス定義の方だけ先に出しますかね。はい。で、これをやっているのは、コンバーターの、コンバートトゥヘッダーかな。ヘッダーの方にその出力が出ないといけないはずなので、ここですね。ここで、以前構造体を出したときは、これですね。ここ。ここですね。ちょっとコメント入れますか。アウトプット、バリュータイプ。まあ、リファレンス、オブジェクトスタイプというふうにして、今、ここ、is value type で見てるんですよね。なんで、結局、value type しか出ないということなので、ここに、タイプ is クラスというのを足しておきます。そうすると、それらすべてがコンバートタイプの呼び出しに変わります。コンバートタイプの中一応確認しておきましょうか。指定されたタイプですね。で、まず is value type か、プリミティブでない場合は、タイプデフストラクトなんちゃらっていうのを出す。ということは、プリミティブの場合は、スルーするんですね。何もしないってことですね。これは、あれですね。仮に MS コアリブを変換した場合に、システムイント32とか、システムバイトとか含まれてるんですよね。それって、多分ですね、is プリミティブが true になるんですよ。で、そいつらに対する定義は出してもしょうがないので、なので、ここで何もせずに抜けてるっていうことですね。では、そうですね、どうしようかに、ここに、バリュータイプで、かつプリミティブではない。プリミティブ型はバリュータイプなんですよね。だからこの条件というのは両者が and で初めて成立するので、まあ or でつなぎますか。タイプ is クラスとですね。こうすればプリミティブではないバリュータイプまたはクラス、まあつまりオブジェクトリファレンス型ですねが対象になるというふうになります。で、その場合、構造体の名前が、getC ランゲージタイプネームで取得された名前になります。あ、それをマグリングした名前ですね。おー、これ、そうか。ここでも生きてきますね。例の。デリバレンスするかどうかですね。デリバレンスしとかないといけないですね。ここでは単なる固めを出すので、getC ランゲージタイプネームってやると、クラスの場合はポインターになってしまうので、デリファレンスしておく必要があります。他の、変換してはいけない、要するにデリファレンスしてはいけないものがデリファレンスされる可能性はないのかという話なんですけど、それはですね、型の定義、例えばパブリッククラスとかパブリックストラクトとかそれと同列なもので、マネージドリファレンスがあり得るかどうかってことなんですけどそれはないですね。
マネージドリファレンスは常に何て言ったらいいのかな、ソースコード上で定義として、ソースコードじゃない、メタデータとして静的に定義されるものではないんですよね。参照することはあります。例えば、引数ですね、パラメータインフォの中でそのパラメータの型、パラメータタイプにその例えばレフなんとか、例えばレフイントとか、なんかそんな感じで定義す、使われることはある、参照、その型が参照されることはあるけど、そのレフとかが定義として定義されることはないですね。なのでここにその可能性でやってくることはないはずなので、なのでここでは get c ランゲージタイプネームを常にデリファレンスするっていう想定で型名を取得してもいいはずですね。ここに来てるのがその宣言と宣言を変換しようとしてきてるので、それなんかあれですね、ちょっと分かるようにここのタイプを変えておきますか。あ、デクレアドタイプの方がいいかな。こうですね、こうしとこうか。これの方がなんか それっぽい名前になるような気がしますね。はい、これでいいかな。これで変換されたらストラクトネームが得られます。そいつをマングリングします。で、あとライトラインしますと、いいですかね。で、バリュータイプの場合もクラスの場合も、ゲットフィールズでフィールドの定義は得られます。その定義をすべて、ここで出力するとですね、構造体なんで、C 言語の構造体はフィールドだけは定義できますね。インスタンスフィールドだけは定義できるので、まあこんな感じで出します。対象はパブリックであってもプライベートとかプロテクテッドであってもインターナルであっても出す必要があります。でないと、ストレージスペースが正しくならないので、出す必要があります。そしてインスタンスフィールドであること、それからその型にだけ定義されていること、ここが問題ですね。これ、今このデクレアードタイプっていうのが何らかのクラスがやってくるはずですね。まあバリュータイプはすでにやったので、何らかのクラスがやってくる。で、クラスは、継承している可能性があります。そうすると、継承のその、なんていうんです、継承の、システムオブジェクトから始まるその派生に至るまでのその継承の、系譜というかその各型ごとに、違うフィールドが宣言されている可能性がありますよね。で、まあプライベートだと同じ名前で宣言されている可能性もありうると。で、そういったもののうち、このデクレアードタイプに指定したものというのは、デクレアードオンリーになっているので、なのでこの型だけですね、その派生したここに指定された型だけですね、これの規定クラスに関しては、出力されないです。でも現実には、継承したものすべてが、構造体に含まれる必要があります。でないとなんか おかしなことになりますよね。なんかメンバーがない、メンバーフィールドがないっていう状態になるので、おかしな状態になるので、本来はこれを、親方向へ、要するにシステムオブジェクト方向へたどっていきながら、全てのフィールドを出力する必要があります。しかも逆順、つまりシステムオブジェクトからたどっていって、このデクレアードタイプに至るまでのものを、順番にフィールドとして出力する必要があります。ちょっと分かりにくいので書きましょうかね。ちょっと前回の時してなかった。42と、はい、我々は、C 言語を相手にしています。なので、C 言語にはそもそも継承という概念がないですね。で、例えば C シャープで、オブジェクト、まあ、システムオブジェクト、まあ、ちょっと省略しますね。で、オブジェクトを継承した、まあ、例えば、
というクラスがあったとします。でこれをさらに派生してバーというクラスを作ってあるとしますね。まあ、こんな感じこういう感じですね。で、フーとバーにはそれぞれメンバーがあった。イント A とイント B とイント C というそれぞれ、まあ、合計3つのフィールドがあったとします。で、仮に今このバーを見ながら変換をするとですね、バインディングフラグズのバインディングフラグズのデクレアードオンリーというフラグをつけて、ゲットフィールズ間違ったゲットフィールズ他のフラグも言いますけど、まあこんな風にすると、そうすると今ここタイプがここを指していると、タイプ、そうするとこれしか列挙されないんですね、イント C しか。でそれをその情報をもとに、構造体の定義を作るとですね、ちょっと名前空間とか省略しますけど、C みたいな構造体が出力されるんですよ。でもバーは風を継承していて、風継承しているってことは、これ、まあ、わざと書かなかったんですけど、まあ、仮にあのパブリックになってる、パブリックフィールドだったとすると、これバーを、仮に、まあ、こんな書き方 C ではできないですけど、できたとして、バーアスターの P イコールニューバー、まあちょっと C プラプラっぽいですけど、インスタンスを作ったとします。でそいつに対してそのインスタンスの、C っていうメンバーに123というあの値を代入するのはできますよね。でもこれできないですよね。A というメンバーに123を入れるのは、これなんか構造体の定義に A ないので、あのこの式ダメですよね。あのコンパイルエラーになりますよね。だけど、まあ、C シャープで同じようなコードを書いたら、当然 P の C は123っていうのは OK だし、P の A イコール123も OK ですよね。なぜならば、バーは Foo を継承していて、Foo が A っていうフィールドを持っているから。だけどこういう出力してると A にアクセスできない、 B にももちろんアクセスできないですね。でどうするかというと、今タイプに対してデクレアードオンリーというフラグをつけています。でこのフラグをつけてると、その対象の型の列挙しかできないです。じゃあこのタイプを再帰的ってわけでもないですけど、まあ、あの一つ一つその規定クラスをたどっていって、タイプカッコ2で、これの列挙が終わったら、これの列挙を行うと、今度 A と B が列挙できますよね。でそうするとここにそのまま出力すれば、イント A イント B みたいに出せますよね。で出せばこのアクセスは成り立つようになるという感じですね。でさらにこれは再帰的に定義するんだったら、
次の規定クラスにアクセスします。でもまあオブジェクトにはあのフィールドは定義されてないので、あのプライベートなメンバーでもどうやらないようなので、なのでもうこれ以上出ないという感じですね。はい。でまあ残るあの問題はなんかこの順序が微妙ですよね。これ A、B で上が C になっているので微妙なので、まあここはなんかできれば定義されているようになってほしいみたいなのはありますね。 B、C とこういう感じで、これこの方法でやるんであれば、これでそのフィールドを全部列挙するときに、このベースタイプを再起探索していく、これを逆順に並べ替えればこのようになりますね。これはまあリンクを使えば簡単にできます。ただですね、これ本当にその意図通りになるかどうかと言われると微妙なんですよ。というのはこれってこれらの型の関係は、規定クラスであり派生クラスであるという、そういう完全に分かる、認識できる要素で関係が成り立ってますね。っていうのは、これ上をたどるためにはタイプのベースタイプというプロパティを見れば親の、クラスのタイプのインスタンスが得られるので、これの順序については問題ない。つまり、派生から見た場合、必ず C があり、その次に AB が来るっていうのは、間違いなく列挙できるんですが、ですね、ここの部分、これ今イント A、イント B って並んで書いてあります。これらが取れるのって get fields で取れるんですね。 get fields って配列で結果が返ってくるので、それはフィールドインフォの配列で返ってくるんですけど、実はこのフィールドインフォのこのフィールドの情報はソースコードに書いた通りに取得できるとは限らないんです。このことを知らない人はいるかもしれないですけど、限らないんですよ実は。これは保証されていなくてですね、ソースコードにはこういう順で書いたのに、リフレクションで取るとなんか逆に取れたりとかいうような順序がなんか変な風に取れたりとかいうようなことって実はあるんですよ。で、これがなんでそう決められていないのか、順序がその通りに取れるっていうふうに決まってないのかはわからないんですが、今の .NET フレームワークで言うなら、実装は中身をずっと追っていくとですね、リフレクションの実装をずっと追っていくと、なんかそのリフレクションってこう動作が遅い遅いっていうよく言われるじゃないですか。でそれはそのメタデータを解析するからじゃないかなと思うんですけど、内部でね一部の情報をキャッシュしてます。でその例えばですけど、get fields じゃなくて get field を使って名前を指定して B っていうフィールドのフィールドインフォだけ先に取ったとします。でそうすると内部的にはその、B のフィールドインフォが先にキャッシュされていてですね、で次に get fields ってやると、そうすると、A の情報と B の情報あるけど、 B の情報はキャッシュされているので、これがなんか要素として先に取れたりとかそういうようなことがあるんですよ。これね、これコントロール不能なんですよね。なぜなら内部的には、スタティックフィールドでキャッシュしてるからなんですよ。驚愕の事実なんですけどね。これ本当にね、実際にはやりにくいことで、ですね、何が問題かというと、構造体にこうやって落とした場合、普通これらの順序って問題になることはないんですけれども、C 言語の方
C 言語の方で、この構造体をそのまま使おうっていう場合に、このバイナリーレイアウトが正しく並んでいるってことが保証されてないと困る場合が往々にしてありますよね。まあなんか普通の感覚で言ったら、なんかこの順で書かれたらこの順でそのバイナリーレイアウトも配置されててほしいっていうのはあるんですが、ここがね、わからないですよ。僕前一回調べたんですけど、どうしてもその確たるなんかこう書いてあるなんか資料を探し出せなくてわからなかったんですが、一つ状況証拠的に言えるのは、我々がその C シャープで、ストラクト、例えばパブリックストラクト、まあ、ホゲみたいに書いてる場合、こいつに、なんだったっけな、なんだっけ、フィールドオフセット属性で、オフセットという属性があり、これでその、指定されたフィールドの、バイナリーレイアウトを厳密に配置することができるんですよね。もう一個あの属性、実はクラスというか構造体側にもつけなきゃいけないんですけど、これを見ればどのようにレイアウトすべきかというのは一応わかるので、まあこう厳密にレイアウトされた構造体を必要とする場合は、まあこいつを定義するみたいな感じで頑張ればできるはずと思ってます。ただしこのフィールドオフセットっていう属性はクラスのフィールドに対して指定してもダメっていうか、なんかもちろん属性なんで普通に定義できるんですけど、それは少なくともプラットフォームインボークでは使われないみたいなことだったような気がするんですよ。まあなんか困った話ですよねみたいな。でそうなると一番問題になるのが、我々がこうやって今クラスを、オブジェクトフーバーみたいに定義した場合に、これらのクラスがそのタイプデフストラクトとかいう形で C 言語に落ちたときに、その定義を C のソースコード側で、バイナリーレイアウトが保証された状態で使う機会があるのかどうかってことですね。で、私はこれは、使いたいって思う人はいるかもしれないけど、それはなんかアンチパターンの一種かなと思っています。なぜかというと、今まだやってないですけど、フィールドにこの単なるプリミティブな値 A とか B とか C とか扱ってるうちはいいですけど、ここの中に例えば C シャープで言うならクラスホゲで、ここの中に別のクラスハガハガ、要するにこれはオブジェクトリファレンスですよね。オブジェクトリファレンスの型のフィールドをこんな風に持たせた場合、まあ他にもあるかもしれないですけど、イント A とか言ってあるかもしれないですけど、この場合、このクラス、ホゲの、バイナリーレイアウトっていうのは、実装依存ってことになってました、確か。C シャープ的には。つまり、こんなクラスをいくら定義したところで、それが、プラットフォームインボークとかで、どう構造体に落ちて、どういうバイナリーレイアウトになっているのかっていうのは、プラットフォーム依存でわからないっていうことになってるんですね。未定義ってことになってるんですよ。もう一度言うと、このオブジェクトリファレンスがフィールドに入ってる状態は未定義ですね。それは構造体でも変わらないです。今、クラスの例はありましたけど、構造体の例でも変わらないので、そのようにですね、要するにクラスをそのまま C のソースコード上で C 言語と混ぜて使うっていうのは、まあいわゆるでやってやれなくはないのかもしれないけど、アンチパターン、要するにこのオブジェクトリファレンスが C 側でどう扱われるのかを熟知していれば使えるかもしれないけど、それはアンチパターンだと思ってます。で IL2C 的にどうするかだけど、まあやっぱりそれはアンチパターンだと考えて、要するに IL2C 的に解釈されるオブジェクトリファレンスの何らかの何かがここに入るんだろうけど、
まあ、それを全てよく知っていれば C から直接触ることはできるかもしれないけど基本的にはダメでしょと。じゃあ、こういう構造体をその C のなんかコードと結合する場合どうするかっていうのは既存のそのドットネットフレームワークでプラットフォームインボーク使う場合と全く一緒で、普通に構造体で要するにバリュータイプとして宣言されたものだけで作られた、型を使ってやり取りする 入出力する、引数であり戻り値であり、バリュータイプとして扱うっていうふうに結局はなる。そういうふうにせざるを得ないし、さっき言ったようにクラス使ってもいいけどここら辺のハンドリングは多分C で書くとすごい面倒くさい話になるので基本的にはお勧めしないというようなことになると思います。ちょっと話脱線しましたけど、そこから言えることは何かというと、元に戻すと、これの、フィールドの定義がなんかどういうふうに取れるか、ソースコードに書いた通りに取れない場合があるという話をしたんですけど、それはそれで構わないってことにしておきます。で、後々ですね、今はまだやってないけど後々、そのレイアウトが重要な局面、特に構造体を使う場合で重要な局面にサポートするために、標準でやられてるようなプラットフォームインボークでやってるようなこういうフィールドオフセットみたいな属性をちゃんと IL2C でもこれを把握してその通りのバイナリーレイアウトになるようなタイプデフストラクトのソースコードを出力するっていうふうにすれば多分それで解決するんじゃないかなというふうに思うので、まあ、今はそこに踏み込まずさっき言ったように、ここにこういう問題がある、少なくとも、今は見てる方のフィールドしか、探さない、これしか探していないという問題があります。なので、この後多分、こう派生クラスとかの扱いを、これをやった後に踏み込んでいくと思うんですけど、その時に忘れないように、こうやってベースタイプを少なくともたどっては、フィールドを、列挙してやる必要があるっていうことだけ、覚えておけばいいかなと。その時に、対応すればいいかなと。でそれが終わったらそしたらフィールドオフセットとかですね、この辺 そのバイナリーレイアウト互換のことについて考えてやればいいかなと。それは要するにプラットフォームインボークとか、まあ、場合によってはアンセーフですね、アンセーフブロックの対応のあたりをやるときに、まあ、その辺の対応をしようかなというふうに思います。今ある問題はまあこんな感じです。なので、分かってて、デクレアードオンリーでこのフィールドだけが抽出されるという方法で、進めたいと思います。はい、というわけでこのデクレアドオンリーですね、このフラグが何なのかっていう意味をちょっと今踏み込みましたけど、そういうことでこれはこのままにしておきますね。はい、で、それで列挙されるフィールドは今言ったように見てるフィールド、これですね、見てるこの方のフィールドだけが列挙されて、ここでソースコードとして、ソースコードつまりタイプデフのフィールド宣言として出力されるという感じですね。出力の仕方は、バリュータイプと全く一緒ですね。こんな感じなので、まあ、ここは変える必要がない。で、最後、括弧閉じるみたいなのがあって、シノニム名ですね。で、セミコロンで終了するという感じなので、ここはまあ特に変える必要はないかな。最初に、ここで、跳ねないようにすればいいですね。で、ここ、あれですね、なんかちょっと、自分的には、論理を逆にしたいので、こういう時に間違えたりするんですけどね。クラス、バリュータイプで、かつ、プリミティブでない場合、ああ、なるほど。つまりこういうことですね。違った、プリミティブの場合はバリュータイプでない場合は、クラスでない場合は、
ここで損は抜けてもらうと。こんな感じかな。これで多少分かりやすくなったかな。そうじゃない方についてはすべて、フィールドの出力を行うと。はい、こんな感じでいいですかね。じゃあまずこれで動かしてみて、どんな出力が得られるのか確認してみましょうか。はい、出たようですね。ヘッダー、あ、出てない。なんか間違えたかな今のなんか間違えたような気がしますね。なんだ、逆だったかな。プリミティブの場合、または、バリュータイプじゃない場合、あ、これまずいですね。これまずい。こうか。バリュータイプまたは、クラスではない場合みたいにしないといかんかな。はい、これでどうかな。あれ出てないな。なんでだろう。あれ出てないですね。しかもなんか、タイプの方も出なくなっちゃったな。あれ？おかしいですね。コンバート、ちょっとここでブレーキかけて走らせてみますか。そもそも来てないですね、ここに。なぜだ。テストじゃなくてこっちですね。あ、アンドじゃない。オアですよ。何をやっているんだ。ああ、ちょっとエラーで。まあ、これそのまま走らせますね。あ、来ましたね。このまま行くと、下に行き、下に行き、これ何かというと、お、ちょうど、あれですね、クラスタイプテストターゲットですね。この、あのクラスをやろうとしています。で、フィールドを列挙し、来ましたね。int3 に、バリュー2ですね。で、こいつを、出力します。で、終了と。抜けてきます。あ、抜けましたね。まあそのままちょっと実行しましょうか。はい、出たようです。ヘッダー、おー、なんか出てますね。クラスタイプテストターゲット、うん、いいですね。あー、これはクラスタイプテストターゲット、これ C のソース、C シャープのコードですね。で、フィールドは出ない。インスタンスのフィールドだけが出る。スタティックフィールドは出ない。ということは、int value2 が出ていないといけない。で、メンバーメソッドも出ないですね。なので、結局出るのはこれだけですね。int value2 だけですね。それは、int32t の value2 なので、ちゃんと出てますね。大丈夫ですね。これは なんか、expected declaration。あれからの宣言できなかったっけか。これビルド通らないですかね。なんかエラーいっぱい出てますけどね。なんか、そうなのっていうエラーが出てる。C requires that the struct or union has at least one member。おお、知りませんでした。少なくともメンバーが1個必要だって言ってますね。
選択肢は2つあります、メンバーが全くない場合はそもそもこの出力をしない、あるいは、ダミーのメンバーを挿入するかですね。で、問題なのはこういう宣言を出力する必要があるかというと、C シャープの方はメンバーが0個のクラスとか宣言できますよね。なので、やっぱりこれは出力しなきゃいけないですね。あー、なんか後腐れのない何か何か、あー、どうすればいいのかなこれ。例えばキャラダミゼロとかできたかな、怒られるかな。別に何も言われないですね。ああ、ゼロいいんだ。これあれですね、ストレージスペースないっていう話になる、なってほしい気がちょっとしてるんですけど、ああ、そうですね。ああ、でもストラクト、うん、そうだよな。いや、今タイプデフするからなんか違う方法で宣言できないかなってちょっと思ったんですけど、本当はボイドにしたいところなんですが、ポインタ宣言ならね、ボイドアスターってやる方法があるんですけど、ただのボイドはちょっと成立しないのでやっぱダメですね。でもこれね、これウォーニング出るかな。お、特に何も言われないですよ。そうなんだって感じですね。これね、こうしちゃうと、こうしちゃうとあのね、1バイト領域取られてしまうんで面白くないですよね。これはいけるかな。これね、あれでも警告出ないな。なんか昔は警告されたような気がするんだけどな。ちょっと自信ないですね。なんか何も言われないですけど、そういうもんかな。これもね、ストレージスペース取られなかったような気がする。ああ、そうか、あのですね、この方を仮に C のコード内で、普通にこの方としてあのなんかローカル変数とか定義すると、そうするとストレージサイズが分かんないっていうエラーになるような気がします。なぜならここが指定されてないので。で、これのポインターは許されたような気がするんですよ。実際にこポインターってことは、こいつ、この方のその このストレージですね、これがあのどこかにあるという前提でそれを指しているポインターの値だけが格納されるので、実際のところここのサイズがいくつになろうが、まあ、ポインターとしては成立してるみたいな、そういう見方がされるみたいで、確かね、これのポインターは許されたような気がするんですよね。そうするとね、この0がね、許されるのがいまいち下せないんですけどね。じゃあ、こうやって、こう、あの、フィールドが何も宣言されてなかったら、まあ、こんな感じに出力しておきますか。そうすればエラーにならないですね。この辺もみんな軒並みエラーになっちゃってますけど、それ全部エラーにならないはずなので、そういうふうにしますか。まあ、そもそも、このバリュータイプテストとかね、なんか何も使うつもりがないのに、全部ヘッダーファイルにこうやって宣言が出ているっていうのは、なんか嫌だよねって思うかもしれないじゃないですか。でも、これって本来は、あれなんですよ。バリュータイプテストについて言うなら、クラスでも一緒ですけど、バリュータイプテストってこれですよね。テストクラスが含まれてるあのクラスのことなんですけど、これはまあ変換する必要がないっていうことであれば、例えばインターナルとかですね、インターナルにしかならんか。インターナルにすれば、その定義は出ない、出力されないですよね。で、テスティングフレームワークにもよるけど、まあ、どうしてもっていうんだったら、ここをパブリックスタティックとかにして、これ要するにこのクラスがスタティッククラスだとマークされていたら、スタティックフィールドは含まれないみたいな条件で、
判定してやって、そういう場合はあの定義も全く出ないようにするとかいうふうにすればもうちょっとスッキリするかもしれないですね。まあそれはもちろんあのこうやって C シャープのソースコード書く側がちゃんと書かないといけないって話なんですけど、つまりこういうことですね。パブリックスタティッククラスってなってたらもうあのこのクラスのあのプロトタイプ宣言というかあのタイプデフストラクトはそもそも出力しないとかですね、いうふうにしてやることで逃げることができますね。ちょっとそ一度にやるのは良くないので、これは、後で取り組むことにします。はい。でなんかあの本当細かい話なんですけどね、考えることはいろいろあるんですよね。はい。なのでちょっとこれを先にやりましょう。キャラのダミーとして出力すると、それはさっき我々がいじっていたこのコンバーターのフィールド対応するすべきフィールドが0個だった場合ですね。それはですねどうするかというと、エクスタンじゃないコンバートタイプ、ここですね、指定された型に対して getFields でフィールドの一覧を取得します。それを列挙して出しているんですが、これが仮に0個だったらダミーという行を出力すると。そのためには個数がわからないといけないので、この幸いこの getFields は配列で返ってくるので、一旦これをあの外で受けてですね、で変えることにしましょうか。こういう感じで一旦受けておいて、まあこれで元通りですね。でここでレングスがまあ1以上だったらこの for each を実行します。そうでなければ、固定的にダミー行を出力する。インデントは必要なのでここでこうですかね、こんな感じ。はい、これでいいですかね。ちょっと実行してみましょうか。さっきのやつは軒並みねあのキャラダミーで置き換わるはずです。はい、来ましたかね。あ、なってますね。これもクラスタイプテストもそうですね、ダミーになったし、バリュータイプテストもダミーが出てるし、テストターゲット保険に、それからテストターゲット保険1もなんかダミーが出てますね。はい。まあ、とりあえずこれでコンパイルは成立するようになったと。で、それぞれの、メンバーメソッドですね、それの型も、クラスタイプテストターゲットかバリュータイプテストターゲットとしてディスが渡るようになってますね。はい。であとはここにコンストラクターは相変わらずないと。でこちらの方も、C のソースコードの方も、型の宣言は全部通るようになったかな。あ、これコンストラクターですね。ない、ない。型の方は良さそうですね。なんとなくね。はい。コンストラクター定義だけですね。なので、残るはコンストラクターですかね。コンストラクター出力。ちょっと一回保存しておきましょう。これらをまだ終わってないのでアートニューオープンコードで、コミットプッシュしておきます。はい。
じゃあ、次にコンストラクターいきますかね。これがなぜ出力されていないのかというと、やっぱりコンバーターの中でメソッドを列挙しているところですね。そこで該当するメソッドになってないからってことですね。で、2つあって、なんだっけ、プロトタイプ宣言と、それからメソッドのボディですね。その両方が出ないといけないですね。今パブリックやってるんで。なので、両方出ないといけない。それは、まずプロトタイプ宣言の方は、コンバートトゥヘッダーを見る。で、どこで出していたかというと、これは今タイプをやったところですね。それから、フィールド、これは、パブリックスタティックフィールドですね。のエクスタン宣言を出している。それから、メソッド、これかな。アセンブリのゲットタイプス、タイプのクラスまたはバリュータイプについて、ゲットメソッドで得られたメソッドを、列挙します。ここに、スタティックがあるので、なので、でもいいか。パブリックで、スタティックまたはインスタンスですね。で、デクレアドオンリーだから対象になりますね。コンストラクターがないことがいかんのかな。これは、ゲットメソッツは、そうか。これ、メソッドインフォになってますよね。ということは、花からメソッドしか列挙できない。言い換えるなら、このゲットメソッツでは、コンストラクターは列挙されないってことですね。まあ、方法としては、別々に書くっていう方法があるけど、どうなんだろうな。ゲットフルメンバーネームは、メンバーインフォ。指定するようにしているので、ここはコンストラクターが来ても大丈夫ですね。コンストラクターインフォが来ても渡せます。あとこの get ファンクションプロトタイプストリングなんですが、いけるかな。ちょっとでリターンタイプと、それから get セーフパラメーターズと、トランスレートコンテキストか。メソッドネームね、これいいか。マングングされた結果だったら CTOR になるから大丈夫ですね。いいんかな。そのままコンストラクターの定義としてこの get ファンクションプロトタイプストリングを呼び出せば、それが取得できるような気がなんとなくしますね。どうしよう。できるんかな。ここにね、ゲットメソッドじゃなくて、ゲットメンバーズとかやって、引数の宣言だけでなんとかなるかな。バインディングフラッグズを指定することになっているので、これでひょっとしたらなんとかなるかもしれないですね。なんかいろいろ問題があるかな。まあいいや。ちょっと、このバインディングフラッグズをまず見てみましょうか。パブリックでスタティックで、見えない。インスタンスである必要はあります。で、デクレアドオンリーの前にバインディングフラグズのクリエイトインスタンス ENUM メンバーバインディングフラグズシステムリフレクションバインディングフラグズクリエイトインスタンススペシフィThat reflection should create an instance of the specified type call the constructor that matches the given arguments. The supplied member name is ignored. If the type of lookup is not specified, instance public will apply. It's not possible to call a type initializer.これでいいのかな。ちょっと気になるのが、タイプイニシャライザーの列挙はされるような気が。タイプイニシャライザーってあれですね、C シャープでいうとこの、スタティックコンストラクターって呼ばれてる場合もあるかな。タイプイニシャライザーはタイプイニシャライザーかちょっとわかんないですけど、まあ、それですね。で、今は、タイプイニシャライザーは、いずれやる必要はあるんですけど、今はやる気はなくて、ただ、スタティックに
あのフラグつけてるので、あのスタティックですね、これつけてるので一緒にやってくるかもしれないんですよね。あ、じゃあ安全方向に倒してですね、まあ、動かしてみればわかるって話もあるにはあるんですけど、まず get members ってやると、メンバーインフォが取れます。で、ここでメンバーインフォの型を、調べますかね。まずっていうかですね、メソッドベースであればいいんですよ。つまり、じゃあここにアースこうするかな。で、これが、キャストに成功している場合だけ、メソッド出力する。そうか、これ。なるほど。オブタイプ。オブタイプ？うん、そうだね。メソッドベースに、キャスト可能な要素だけが列挙されるように絞っておきましょうか。ちょっと見にくい。こんな感じかな。get members すると全てのメンバーが取れます。つまり、フィールドインフォとかも取れるし、コンストラクターインフォ、メソッドインフォ、それから我々はまだやってないプロパティインフォとかイベントインフォとかも取れてしまいます。なので、そのうちの、メソッドベースにキャスト可能なものだけを対象にする。すなわち、これは、メソッドインフォかコンストラクターインフォということですね。で、これを、メソッドベースとして、列挙できるようにします。メソッドベースにした場合の問題はこれですね。今出てますけど、メソッドのリターンタイプ。これが問題で、ファンクションプロトタイプストリングか。そうですね。コンストラクターは値を返さないんですが、定義上それはボイドを返すとはなってないんですよね。コンストラクターにはそもそも返す値はないので、ボイドを返すという概念がなくて、まあでも、ランタイム上はボイドを返すことと同じになってるんですよ。なぜかというと、リフレクションを使ってコンストラクターを呼び出した場合の戻り値はボイドになったような気がします。それね、あんまりやることではないんですけど、フォーマットサービスっていうクラスがあって、そいつに get initialized object というちょっとのけぞるメソッドがあって、それは指定された型に必要なストレージサイズのメモリを確保するけどコンストラクター呼び出さないっていう、我々がニューオブジェオブコードやりましたけど、あれの中からコンストラクター呼び出しだけを外したようなものがあるんですよ。そんなのありかとか言って突っ込まれそうな感じなんですけど、そういうのがあります。まあそれ使用用途あるんですけどね。で、そいつを呼び出しておいて、その後コンストラクターインフォを使って、インボークメソッドを呼び出した場合、戻ってくる値はなくて、ヌルが返ってくる。定義上インボークは、オブジェクトを戻り値に返すはずなんですけど、そいつはヌルが返ってきたような気がします。で、なので、それをもって、そのボイドとして扱われているような気はしてるんですが、なんですが、まあ、定義上はコンストラクターは、戻り値をそもそも持たないということになっているので、ここに何を渡すのかって話になるんですが、結局のところ、C 言語のコードに落としたときには、戻り値を定義せざるを得ないですよね。コンストラクターっていう概念がないので、でも値は結局返さないので、ここはボイドになればいいということになります。したがって前置きが長いですけど、メソッドが、コンストラクターインフォの場合は、ボイドを固定的に指定する。そうじゃなければ、これどうしようかな。ちょっと今迷いました。CI イコールメソッド as コンストラクターインフォってやって、事前にキャストチェックしておいて、こいつが、そうか、これあれですね、CI
どうやって書くんでしたっけ。あ、CI がある場合、いや違うな、メソッドがある場合か。メソッドインフォ MI、 こうかな、リターンタイプ、またはボイド、こうしますか。メソッドインフォだった場合は、普通のメソッドなのでリターンタイプが定義されている可能性が、定義はされています。まあボイドが返ってくるかもしれないですけどね。で、あ、ごめんなさい、でリターンタイプでその型を返します。そうじゃない場合はコンストラクターインフォしかないので、その場合は、まあボイドとして、指定してやると。そうするとこの get ファンクションプロトタイプストリングの中でボイドがちゃんとボイドと出るかどうかって話なんですが、こいつの中でリターンタイプがどう使われているかというと get C ランゲージタイプネームに落ちてますね。でこいつが、こいつが、はい、出てこないな、こいつがボイドを扱っているかというとちゃんと扱ってますね。ボイドの場合はボイドと、あの、まあこれは C でいうとこのボイド型ですけどに置き換えるというふうになっているので、これで全体としてついつまがりますね。動かしてみましょうか。はい、なんか出たようです。おお、なんかいろいろ微妙な、おお、わかりますか皆さんみたいなものがいろいろと、あこれは、でもなんで出てんのかな。システムオブジェクトゲットタイプ、システムオブジェクトトゥーストリング、あれなんか出ちゃいけないものが出てますね。これあの規定クラスのあのトゥーストリングとか、あのゲットタイプとかゲットハッシュコードとか出ちゃってますね。ああ、それがいけないのか。でもなんでだろうな。それは、さっきの、なんかこの辺がいかんのかな。ゲットメンバーズ。ああ、これがいかんかな。これが、ああ、そう、バインディングフラグズ外しちゃいましたからね。あれはつけておかないといけないか。パブリック。バインディング、スタティックフラグズインスタンス、デクレアドオンリーのオブタイプかな。このデクレアドオンリーがついていればこの方だけが対象になるってことですね。はい、これでいいかな。ですね、これは実際どうなるかというと、これだ。はい、まず、この辺の構造体の宣言はさっきと変わらない。それからコンストラクター定義、あ、出てますね。これとか、これとか、それからこれとかですね。これ、これ、出てますね。いいですね。なんだっけ、アクセススコープ。アクセス可能なそのスコープの宣言、パブリックとか、プライベート、プロテクテッド、インターナルのあたりは判断していないので、まあ、とにかく全部出ちゃってますけど、まあ、とりあえずこれでいいですね。あとは、そうですね、出力するところで、それらのフラグで、その出すとか出さないとかいうのを個別にしてできるようにしておけば、そうすれば、このヘッダーファイルに、このプロトタイプ宣言を出すか出さないかとかいうようなののコントロールができるようになりますね。なぜそれが必要かというと、多分今すぐやらないですけど、C のソース側、ソースコード側の方にも、
プロトタイプ宣言を出さないといけない場合があります。これはまあちょっとプロトタイプとは違いますけど、その他にここら辺に、関数のプロトタイプ宣言とか、それから、構造体ですね、構造体も出す必要があって、それはなぜかというと、インターナル宣言とかされているようなものは、ここに出すことでヘッダーに出さないことで、まあ、パブリックっぽく扱うっていうようなことをしなきゃいけないので、要するに C のソースコードへの出力の時にもほぼ同じようなことをやらなきゃいけない。ただし、宣言されているそのスコープですね、スコープの、あの定義に従って出すとか出さないとかを制御可能にするということをやる必要があります。はい、だいたいこれで出てるかな。はい、いいですね。なんかコードとしてビルドできるんじゃないかな。あ、まだなんかちょっとありますね。これはなんだ、 IL2C テストターゲット不延迟3がないと言っている。あ、これメインですねメインは直さないといけないですね。他には、全部メインですね。じゃあメインを修正すれば、そうすれば、晴れて動くようになるはずだということですね。ちょっと一回全部これを、消すのはもったいないって言うとあれかこれは、名前を変えたからですね。ここら辺が、バリュータイプテストのゲットバリュー2ですね。で、型がこれですね。これはなんでかな。メンバーは、型が違う。テストターゲットかな。こうか。で、そのフィールドのメンバーとして、ちょっと字がちっちゃかったです。バリュー2。うん、これでいいですね。で、こいつは、ちょっと定義、バリュータイプテストターゲットのゲットバリュー2を呼び出すと。それから、これ名前はこのままでいいや。IL2C テストターゲットのここは、バリュータイプテストターゲットのテスト5。テスト 5? いや、違うよな。バリュータイプテストのテスト5か。すでにやや名前がややこしくなっている。あんまり良くないですね。こっちはテスト4の方ですね。こうかな。はい。これで合ってんのかな ?0,1,2,4,5。とりあえず、これを動かしてみます。あ、じゃあ違いました。ごめんなさい。こっちを実行ですね。これですね。デバッグのスタートで実行します。あ、減らってた。なんだ、これは。何を言っている？ Unresolved External Symbol を Constructor、Reference to In Function。 あれ、Constructor の、実体がないって言ってますかね。正確な名前はクラスタイプテストのテスト4。ごめんなさい。クラスタイプテストのテスト4がない？クラスタイプテストのテスト4。ありますね。これコンストラクタではないですね。ただのメソッドかな。どういうことだ？
クラスタイプテストのテスト4、あとここでは使ってないか、あれ使ってないのエラー出てるんですね。どっかで使っているか、4、あ、宣言ありますね。え、なんでエラー出てるのかな。型がイントサニティを、返す、ボイドの関数ですね。なんだ。クラスタイプテストターゲットコンストラクターへの参照が、この関数内で見つかったけどないって言って、ああ、そうかそうか、なるほど。言ってんのは、この関数はもちろんあって、このコンストラクターですね。このコンストラクターがないって言ってんですね。ほう。本当ですかね。あれ、本当ですね。コンストラクター定義出てないですね。どういうことなんだ。このバインディングフラグズにいるのか。ちょっと待ってください。バインディングフラグズ、パブリック、それから、バインディングフラグズノンパブリックまでちょっと書いておいて、スタティック、インスタンス、それから、バインディングフラグズ、クリエイトインスタンスが必要かな。こんな感じかな。これはコンバートトゥヘッダーなので、ヘッダーの出力にこれで出るようになる。あれ、でもさっきヘッダー出てましたよね。コンストラクター出てますね。出てるよ。違うのか、こっちじゃないんかな。ちょっと混乱してます。コンバートトゥソースコードの方か、こっちが対象になってないですね。まずフィールドの定義、これはいいですね。パブリックスタティックなものが対象になっている。それからメソッド、これか。これ一緒ですね。なるほど。じゃあここも同じようにしますか。ゲットメンバーズで、バインディングフラグズは同じように、指定しておきます。こんな感じで、これはメンバーです。メンバーメソッドでいいか。ただし as メソッドベースにキャスト可能なこと、こういう感じかな。なんでエラーが出ているかというと、そうか。これは、こうじゃない。ドットオブタイプメソッドベースですね。で、キャスト可能なものと。で、そうするとコンバートメソッドに、メソッドが指定されるけど、これは今までメソッドインフォが指定できることになっていたので、メソッドベースに直す必要があります。ここですね。メソッドベースにします。そうすると同じですね。ここでリターンタイプが問題になる。で、ここでも全く同じように、リターンタイプは違うメソッドインフォはメソッドアズメソッドインフォでキャストしといて、ここに、ヌル合体演算子でリターンタイプを返し、ダメな場合はボイドを返すと、こういう感じにしますかね。で、そうすると、こいつの中でインターナルコンバートが呼び出されて、こんな感じか。こんな感じになってインターナルコンバートが呼び出され、リターンタイプが渡されると。で、こいつは、コンストラクターの場合はボイドが変えるから、これで辻褄が合うはずという感じですね。
そのままゲットファンクションプロトタイプストリングにも渡っているから、あれですね、関数定義にも、そのまま通用すると。はい。ああ、例外来ましたね。これは、これ今何かというと、あ、コール。ああ、ようやく来ましたね。来ました。コールオブコードですね。コールオブコードで、コンストラクターの中から規定コンストラクターを呼び出してるんですね。バーにコンストラクターがあります。たとえ我々が、C シャープのコードでコンストラクターを明示的に書かなかったとしても、ロズリンは自動的にコンストラクター、デフォルトコンストラクターのコードを出力します。そこには、規定クラスのコンストラクターを呼び出すためのコール命令が書かれています。なので、ニューオブジェからバーのコンストラクターが呼ばれ、こいつのコンストラクターからフーのコンストラクターが呼ばれ、そしてこいつのコンストラクターからオブジェクトのコンストラクターが呼ばれるというチェーンが働くようになっているわけですね。ああ、やっときましたね。で、その実装が、今までメソッドだけを対象にしていたがために、ここのメソッドインフォで、キャストしているところが、これきっとリゾルブメソッドすることによってコンストラクターインフォが返ってきたので、キャストできないっていうエラーになってますね。Unable to cast object of type System Reflection Runtime Constructor Info。 これはあれですね、コンストラクターインフォを継承した、実行時にだけ使われている方なんですけど、ランタイムコンストラクターインフォにキャストできないと言ってますね。はい。なので、ここで、もうちょっとうまくやれば、例によって、メソッドベースを対象にするように、変更してやれば、まあ、おそらくうまくいくだろうということがわかります。じゃあ、ちょっと見直してみましょう。一応、もう一回、おさらいのために、IL スパイで見てみますかね。コンストラクターはですね、クラスタイプテストターゲットのクラス、これのコンストラクターを見ます。そうすると、これは、コールインスタンスボイド MS コアリブシステムオブジェクトのコンストラクターを呼び出してますね、コール命令で。で、これは、トークンの値なんですけど、そのトークンの値をリゾルブすると、今まではメソッドインフォが取れていたものが、コンストラクターインフォが取れてしまうので、それでキャストができないと。いう流れですね。ではここをメソッドベースにキャストしますって言うけど、でも リゾルブメソッドはね、もともとメソッドベースを返すんですよ。まあこんなとこともあろうかとみたいな感じで返すので、まあそのままでいいですね。じゃあこのアプライの方が問題なので、こっちを直していきますね。アプライはこれですね、アプライで、ここでメソッドインフォを受け取るようになっているのに、まずこれがダメだからメソッドベースに直します。そうすると例によってこのリターンタイプを取得しているところがダメダメなので、ここを直していきます。 my イコールメソッドアスメソッドインフォと、キャストに成功すればメソッドインフォの型が得られるので、ヌル型演算子で、リターンタイプを得ます。そうでなければもう決め打ちでボイドというふうにしますと、値を返さないことをボイドというボイド型で代用しているわけなんですが、コンストラクターインフォも結局値を返さない、IL 的には結局値を返す場合は、スタックにその値をプッシュしてリターンリット命令を発行する。でも、値返さない場合は何も積まず、スタックに積まずにリターンするっていう流れなので、まあ、ここの型が別にどうなっているのがあんまり関係ないですね。スタックにちゃんと値が積まれているかどうかで全てが決まるので、ここの、動作自体は、まあ、こういうふうに型だけ合わせてやればいいということがわかります。でね、ちょっとね、ボイドの扱いはね、本当になんか、
ちょっと神経使いますね。あのボイドと型が指定されている場合で値を返すか返さないかによって動作を変えなければいけないか変えなくてもいいのか IL 的にはどうなのかみたいなところで多少ちょっとボイドの型を扱うときには神経を使いますね。まあよくある話で F シャープでも出てきますけど、まあ全部ユニットにしとけばよかったんじゃないのみたいなあの何らかの値を必ず返すってことにしとけばよかったんじゃないのみたいな話はちょっとあるにはありますけどね。まあ今から考えるとね、たとえなんかダミーの値をスタックにプッシュするそのユニット型みたいにダミーの値をスタックにプッシュしたところでユニット型が使われてたらあの JIT コンパイラーはそれを除外できるはずなんですよ、検知すれば。だからまあボイドなんていらなかったんじゃねえか説があるんですけどまあまあ、そういう余談はあの多分こうやっていろいろあのいろんなあのドットネットがいろんな言語を発達させてきてで、まあ、見えてきたことなんで、まあ、しょうがないですよね。あの歴史が古いというかですね、まあ、あの過去のしがらみを引きずっているというかまあしょうがないですね。はい、余談です。でこれでターゲットタイプはボイドになりました。まあ、それをそのままをスタックにプッシュしている、これまずいですね。ボイドをプッシュってありえないな。何をしているんかというと、リザルトネームを確定させるため、ああそうか、コールオープコードを、ボイドに対応させるっていうのをやってなかったですね。C のソースコードでいうとこれですよ。このイコールで、代入する左側の式ですね、ボイドだとありえないですよね。値が返ってこないので値を代入することはできないし、代入する先も何なのかみたいな話になるのでこれありえないですね。これはつまり、ターゲットタイプがボイドの場合で多少動きを変えないといけないですね。サポートボイドって書いてあるじゃないですかそうなんですよ、このぐらい忘れてしまうんです。忘れてしまうのでなんか忘れそうだなと思って書きました、過去の自分に指摘された感じ。はい、じゃあ、それをやらないといけないですね。ってことは、そもそもメソッドインフォなのかコンストラクターインフォなのかによって多少動きが変わります。でこのターゲットタイプはどこで使ってるかというと、このプッシュスタックするときのここに指定してます。それ以外では使ってないです。ということは結局リザルトネームを取得するためだけに必要で、でリザルトネームを取得するしてどうしてるかというと、このソースコードのこの左辺ですね、イコールの左辺を生成するために使ってるんですね。うん、大体なんかだからこの辺丸ごといらないですね。そしてここもその左辺の代入式を出力しなければいいと、後の動きとしては同じになるということですね。どうしようかな、なんかちょっとめんどくさい感じはするので、そうだな、ここら辺だけが一緒なんですよね。ここと最後の出力が多少違うぐらいか。そうだな、これはそうするとここまで持ってって大丈夫か。スタックの操作はここにはないですね。スタックデクレアードデコードコンテキストはあるけど、こうしといてここの後ろで変えるようにしますか。メソッドインフォが得られる場合、つまりメソッドの場合は、今までのこれをそのままやります。こう、まあここのターゲットタイプももはや別にこんなことしなくても、メソッドインフォのリターンタイプで、あとゴニョゴニョやればいい。あ、ちょっと待てよちょっと待てよ、あと普通のメソッドでボイドの場合も同じことをしないといけないですね。ああそうか、じゃあこうして、ああこうかな、メソッドインフォが、キャストできた場合だけリターンタイプの値を取り出します。そうでなければヌルが返ってくる。リターンタイプの
帰りがボイドの場合ボイドになってしまうから、やっぱこうなるのか。ボイドにしておいて、こいつが、タイプオブボイド、ボイドじゃなければ以降の処理を、今まで通り行う、つまりメソッドとして扱う。そうでなければ、そうでなければここら辺のイントへの変換とかはやらなくてもいいはずなので、結局もうソースコードとして出力するだけでいいってことかな。しかも左辺がいらない、こうなるかな、こういうことですかね。とおそらくこれはコンストラクトインフォで、アサートしておきましょうか、せっかくなので。デバッグ、あ、ちょっと何をしてるの、アサート、メソッドイズ、コンストラクターインフォですね。はい、まあ一応念のためやっておいて、で呼び出しは、あ、これインデックス番号変えないといけない、こういう感じかなにしておきます。まあこいつはコンストラクターですね、コンストラクターのシンボルが来るはず。これでいいかな、これでちょっと実行してみましょうか。あ、なんかエラー出ましたね。インバリッドプログラムシーケンス、インバリッドオプコード、あれ、なんか、あー、これ CCTOR って書いてありますね。これはタイプイニシャライザーですね。タイプイニシャライザーを解釈しようとして失敗してるんですね。なるほどね。これは多分今ここで止まってるところのスタックトレースを見れば、どこで間違えて列挙してしまったかがわかるかな。ここか、これですね。この条件でタイプイニシャライザーが来てしまってるんですね。これ直さないといけないですね。なるほど、うん、めんどくさいですね。じゃあ、このメソッドですね、ここに、条件を加えますか。あ、プロトタイプ宣言もなんか出てるような気がしますね。あのタイプイニシャライザーは全く無視してはいけなくて、いずれ対処する必要があるんですけど、今はちょっとやりたくないっていう感じですね。それにタイプイニシャライザーをどう実現するかって結構難しい問題なんですよ。C++ を使ってれば割と簡単に逃げれる方法があるんですが、 C を使ってる場合はね、ちょっとねどうしようかっていうのがあるので、まあ、あのちょっと今とは切り離してやった方がいいと思ってます。なので今は、やらずに、とりあえず目先の対応をしたい。ここで取得したメソッドが、そうですね、コンストラクターでかつ、あ、イズコンストラクターありますね。それからコンストラクターでかつ、インスタンス、インスタンスってあるかな、スタティックしかないか。じゃあスタティックがついていないとかいう条件でやるかな。プライベート、バーチャルで、バーチャルってわけでもないですね、ファイナルでもないですね。うん、そうですね、やっぱりコンストラクターであり、あ、ちょっと待てよアンド条件にしてるので、コンストラクターではない、またはですね、またはスタティックではないか。パブリックシークレット、あ、スタティックあった。スタティックではないかな。メソッドベースであること、かつ、コンストラクターではない。なので、すべてのメソッドインフォが対象ですね。
またはっていうことはコンストラクターインフォしかないんですけど、コンストラクターインフォの場合、スタティックではない、つまりタイプイニシャライザーではないっていう感じですかね。これと同じ条件で、ヘッダーのプロトタイプ出力ですね、ここでもやらないといけないですね。ここでないとプロトタイプ宣言だけではなんか出てしまうので、やっちゃいけないですね。あ、ちなみにあのタイプイニシャライザーのことあんまり分かってない人のために説明を忘れてましたが、IL スパイで見ると分かるんですけど、この .ctor がコンストラクターですね。で、この .cctor というのがあるんですけど、これがタイプイニシャライザーです。これね、多分ね、クラスコンストラクターの略じゃないかなと思うんですけど、なんか用語がバラバラではあるんですが、これがタイプイニシャライザーですね。こちらにちらっと見るとですね、何やってるかというと、LDC-IONS で123スタックに積み、STS フィールドで、このクラスタイプテストターゲットのバリュー1に123っていうのを入れてるんですね。これスタティックフィールドなんですよ。つまり、タイプイニシャライザーの中で、実はその、この値を初期化しているっていうことなんですよね。で、だいぶ前ですけど、そのスタティックフィールドのサポートをしたときにどうやってやったかっていうと、フィールドのフィールドインフォが手元にある状態でそのゲットバリューってやると、そうするとそのフィールドの値が取れるっていうことを言いました。で、また覚えてるかどうかわからないですけども、それをやるときに、裏で勝手にこのリフレクションで参照しているアセンブリが実行されてしまう場合があるという話をちらっとしたんですけど、これがまさにその通りで、あのフィールド、スタティックフィールドの値が取れるっていうことは、実はこのタイプイニシャライザーが裏で実行されてるんですよね。なので、フィールドインフォのゲットバリューで値を取り出すっていうのは実は良くないことなんですよ。で、実行させずにこの辺の処理を、つまりタイプイニシャライザーと同じことを実際に動かさせて、で、初めてその123をこのフィールド、バリュー1に代入させるっていうことを実行しなければいけない。ネイティブコードの実行時に。っていうのが本筋で、今の方法はね、実はあんまりっていうか、良くないですね。今だとね、このリテラルの値を初期化するコードだからまだいいですけど、もっと複雑なコードが IL2C を実行してるときに動いてしまう可能性があるので、それは良くない、良くないので、いずれやる対応する必要があるんですが、あれがうまく動いている理由はこのタイプイニシャライザーが実行されてるからってことなんですね。まあそれは余談、今の話からすると余談なんですけど、まあそういうことです。で、戻すと、CCTOR っていうのがタイプイニシャライザーです。CTOR っていうのがコンストラクターですね。この違いがあります。はい。まあ、実際、タイプイニシャライザーの方はちゃんとスタティックってついてますね。コンストラクターの方はスタティックついてないですけどね。インスタンスになってますね。インスタンスになってます。はい。ということで、これでいいんじゃないかな。もう一回実行してみましょう。あ、なんかまたエラー出ました。今度はなんだ、インバリッドコード。あれ ?CCTOR 出てますね。どういうことなんだ。おかしいですね。ちょっと、ビルド。そういう問題じゃないような気はするけど。あ、なんかエラー出てる?これは、あ、で、実行して、あ、ダメですね。やっぱり出ますね。真面目に見ますか。でもやっぱり CCTOR を見に行ってるんで、そもそもそれが間違いですね。じゃあ、コールスタックを確認してみますか。ここかな。いや、この先、あ、いや、ここでやってるかな。あれ、この条件間違ってるかな。あ、ちょうど今、
タイプイニシャライザーを指しているので、プロパティを確認してみますか。イズコンストラクターフォルスになってますね。あ、そうなんですかみたいな、ちょっとわあえって感じなんですけど、他にちゃんと判断できそうな要素としてはハイドバイシグ、プライベート、イズセキュリティクリティカル、イズスペシャルネーム、イズスタティックは変わらないようですね。あ、で、メンバータイプコンストラクター。なのに、イズコンストラクターフォルスなんだ。それどうなんだ。ぐぬぬ。マジですか。じゃあ、安全、これ、メソッドちょっと確認すると、メソッドの型は何かというと、これですね。これの型はシステムリフレクションメソッドベースシステムリフレクションランタイムコンストラクターインファですね。ちょっとマウス動かすと消えちゃうんで、ツールチップに出てますね。ランタイムコンストラクターインファなので、コンストラクターインファにキャストできればコンストラクターだと言えますね。イズコンストラクターがフォルスっていうのはちょっとかなり下せないんですけど、まあちょっとイズコンストラクターで判断するのはやめてですね。マジですかみたいなね。イズコンストラクターインフォ、コンストラクターではない場合だったらもうちょっと直接的に、メソッドインフォにキャストできればいいですね。こういうことですかね。メソッドインフォにキャストできる、または、メソッドが isStatic ではないってことですかね。これと同じことをさっきの方にも反映しておきましょう。どっかな、どこから、あれ、インターナル、じゃあこれじゃない、フィールド、ここかな、ここだね、ここですね。はい、こんな感じでいいかな。なんかね、似たようなコードがだいぶコピーコードが増えてきてるんで、共通化させたいなと思いつつ、まだなんかこう綺麗にまとめる方法があんまり思いつかないですね。まあ嫌な感じですけど、まあもうちょっと泳がしておきますか。はい、これでいいかな。あとは良さそうですね。はい、じゃあ、動かしてみます。あ、今度エラー出なかったですね。じゃあどうなっているか。あ、もうだいぶなんかあれですね、可読性がだいぶ悪くなってきているんで、なんか手入れた方がいい感じはすごくしますね。で、ここでコンストラクター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 と出てますね。タイプイニシャライザー、CCTOR は出てなさそうですね、ここにはね。はい、そして、C のコード側はまずコンストラクターの、なんかエラー出てるな。逆コンパイルじゃないわ、変換結果ですね。これがちゃんと出てるかどうか見ないと。なるほど。まず出てますね。クラスタイプテストターゲットのコンストラクターがちゃんと出てます。で、ディスポインターを受け取るようになってます。これはこれが呼び出されるすぐ直前に、まあ、6で確保されたメモリがここにやってくるはずですね。で、問題なのはこれ。まあ、予定通りですよね、これ。自分のクラスのこれはなんだ、スタックゼロか。で、ディス参照を、スタックに積んで、そしてコンストラクターを呼び出すということですね。だから、こう、ソースコードとしては合ってますね、この出力については。残りはこれを用意すればいいということですね。で、これが、まあもう今見てもらったらね、一目瞭然だと思いますけど、そのシステムオブジェクトのコンストラクターとかシステムオブジェクトの定義自体は一体どこからやってくるのかっていう話がこの話ですね。はい。一つ問題がありますね。あります。
わかりますか。これ今から手でこのシステムオブジェクトのコンストラクターを定義します、してみますね。まあここの上にわかりやすく書いてみましょうか。わかりますか、何の問題が起きるのか。まあコンストラクターなんで、まずボイドであることは確かです。でこうなります。わかりましたかここにどういう型指定するんですかねって話なんですけど、もし IL2C が機械的に出力したらこんな感じになりますよね、きっとね。システムオブジェクトの、ディスが当たってくる。そしてボディはリターンだけだったので、おそらくこんな感じになるでしょうと。でじゃあシステムオブジェクトという定義がないだけだから、それ定義追加すりゃいいじゃんみたいな話ですね。タイプデフストラクトシステムオブジェクト、そろそろ分かりますかね、どんな問題か。でここはシステムオブジェクトにはフィールドがないから、だから例によってキャラのダミーと、まあこの辺も流れとしては一緒ですね。そしてシノニムも定義しておきます。まあできたじゃないですかと。はい、でこれね、これ多分ビルド通らない通らないのかな、通るんかな。ああ、ウォーニングが出るのか、なるほど。ああそうか、 C++ に毒されているな。どこ行っちゃった、箱じゃないわ、ビルド、はい、ウォーニング出てますよね、わかりますかね。ウォーニング C4133 ファンクションインコンパティブルタイプスフロム IL2C テストターゲットクラスタイプテストターゲットアスタートゥシステムオブジェクトアスターと。まあわかりましたかね、どういうことかというと、まあ今ちょっとこのさっきサンプルで書いたこの継承関係の図がそのものになってないんであれなんですけど、流れとしてはまあここに近いですよね。これとこれ、この風のオブジェクトのコン、じゃあ風のコンストラクターがオブジェクトのコンストラクターを呼び出してるんですね。でその時にディス参照を渡す必要があるんですけど、言い換えるとディスポインターを渡す必要があるんですが、型が合わないんですよ。なぜかというと、ここの中で、ニューオブジェしてるところ、じゃあ、フーをニューオブジェした場合って、ニューオブジェ TCTOR みたいな形式になってるはずなんですが、この T は、まあ、ここで言うのはフーですね。で、その風の、風アスターのポインターとしてマロックされている。されています。まあちょっとかなり適当な式ですけど、この P をオブジェクトのコンストラクターに渡そうとしているんですが、オブジェクトのコンストラクターに渡されるディス参照は、システムオブジェクト型でないといけないですね。あ、システムオブジェクトアスターじゃないといけないですね。ここいつは、CTOR カッコシステムオブジェクトアスター P みたいなんですよ。とここで生成してマルクで作ったこの型 P はフーアスターなので、ここへ直接指定できないですよね。できないんですが、 C コンパイラーはそうか、それをエラーではなくてウォーニングとして処理するんですね。まあ、なるほどみたいな感じなんですが、ここですね、インコンバーチブルタイプって言ってるだけで一応ウォーニングなんですよね。ああそうか、 C 緩いねみたいなどうするかですね。方法は2つあります。1つは、この型を無理やり
システムオブジェクトのポインターにキャストする。なので、ここかな。ここで無理やりこのあたりにですね、このあたりにシステムオブジェクトアスパみたいに入れてやればいいですね。ウォーニングは消えた。ってやるか、もう一つは、そもそもこの スタックの方はこの IL2C テストターゲットクラスタイプテストターゲットですよね。これか、これですよね。これなので、こいつの定義を見直してみるとこうなっている。タイプデフストラクトになっている。ここにシステムオブジェクトを表す、なんて言ったらいいのかな、構造を、埋め込む、何を言ってるかわからないかもしれないのでやってみせましょうか。まず、せっかく定義したんでこのシステムオブジェクトをこっちへ持っていきますね。ヘッダーの方へ、例えばここ持ってきておきます。これでまあシステムオブジェクトはとりあえず定義が分かるようになりました。でこのクラスタイプテストターゲットの中に、名前が思い浮かばないけどな、どうしようか、どうしようか。じゃあベースタイプとかにしとっか。こうにするんですよ。でちょっと今エラー出てますけど、ちょっと話を戻すと、こうもしこうなっていれば、ここでこのコンストラクターに、渡す値というのは、こいつのベースタイプを渡せばいいということになる。これはただしポインターじゃないといけないですね。なのでこうかな、こういうことですね。これってそうか、ごめんなさい、ちょっと消しましょうか。そこまで踏み込まなければいけなかったのか。いや、この問題が発生することは分かっていたんですが、もうちょっと後で改めて考えようと思っていたんですが、今の話は、どういうことかというと、ストラクト C ですね、 システムオブジェクト、カッコカッコ閉じる。ちょっとダミー宣言とか無視しますね。あるものとして扱、これは空定義として扱います。で、ちょっと名前が長いので風にしておきますね。風オブジェクト、システムオブジェクトは空なんですけど、ストラクト風の先頭にこのシステムオブジェクトの値そのものを、値として埋め込んでやるっていう風にすると、これどうなるかというと、まずシステムオブジェクトを、例えばスタック領域に取った場合って、まあ、こういう それに見合ったサイズの領域が取られます。まあ、ちょっとシステムオブジェクトは、ね、中身が空ってことになってるんで、ちょっと仮にですけど分かりやすくするためにここにIL2Cさんにキーを置きますか。V、 まあ何でもいいんですけど置いたとすると、ここって1バイトの32ビットの値が入るかな。
V ですね、括弧32とこういう感じかな、こうなります。で、この値そのものをさらに内包した風というのを宣言するとこういう感じになりますね。ここにバリューの32っていうのがこういうふうに順番に並ぶ、これをメモリのなんかアロケーション図みたいな感じで書くと0347みたいな、なんかこんな感じの、そのストレージレイアウトになる。で、なんでこんな話をしているかというと C 言語では、継承が使えないですね。構造体に対して継承が使えないので、こういうふうにするとだいたい継承と同じようになるという話ですね。これが例えば C++で書くと、まあ上のこのシステムオブジェクトがあるという前提で、ストラクト風は、システムオブジェクトと、そして単に int32 キーのバリューみたいな風に、まあ割と僕ら馴染みがあるような感じで宣言できるんですが、この場合のレイアウトは、これと一緒になる、一緒になりますね、なるんですよ。フィールドの並びですけど、こういうふうになります。だから、C++ でこんな感じのものを実現したいんだけど、C としてどうすべきかっていうと、まあ、こういうふうにするっていう方法があります。あるいは先ほど言ったように、もうそもそも、ポインターをキャストして、渡すようにするかですね。で、キャストして渡すにしても、結局ね、このベースクラスで宣言されているこのフィールドの値は、今からアクセスしようとしているポインターのどこかにそれが配置されてないといけないんですね。で、ただキャストしただけでそれを成立させるためには、結局この0から3番目のところにこの規定クラスのこのフィールドがなきゃいけないんですよ。で、もうちょっと言うと、今これ継承が1個だけで規定クラスに到達してるからまだいいけど、これがさらになんかいくつも継承してるって、あの派生したあの末端のクラスを入した場合は、そのなんか規定クラスに宣言されているフィールドが全てその今見てるあのクラスの手前のストレージ領域に確保されていなければついつまが合わないですね。ポインターをキャストすると途端になんかもうなんかずれちゃってぐちゃぐちゃになってしまうので、正しくアクセスできるようにするにはそういう工夫が必要です。そうするためには派生クラスに相当するこの構造体のこの先頭にその規定クラス、さらに規定の規定のクラス、規定の規定の規定のクラスみたいなものがここに順番に並ばなければいけない。で、それをやるなんかまあ統一された手法の一つとして、こういうふうになんか先頭にベースタイプの型をそのまま埋め込むみたいな方法が、まあ、一番やりやすいんじゃないかなっていう気がします。なぜかというと、こういうふうにしておけば、というか規定クラスは、アンダースコアベースタイプとかいう名前に仮にした場合、まあベースでもいいかもしれないですけどね、この感じアンスコベースはね、なんか VC とかで予約をもうもはや使わないかもしれない、ちょっといにしえのまあいいや、いにしえの予約語があるんですけど、まあちょっとそこと被るかなって今一瞬思ったんですけど、まあとにかくこういうふうにしておけば、仮にシステムオブ、まあ、ちょっとありえないですけどね、システムオブジェクトがどっか何か別のクラスから継承されている場合でも、ここにまたその同じ名前でアンスコベースっていう感じで挿入しておけば、全体のレイアウトとしては統一されますね。で、しかもその規定の規定の規定のクラスに対してポインターをキャストしても正しい、レイアウトで取れるはずですね。というわけでですね、やっぱりこうするしかないかな。こう構造体を、埋め込む
みたいにやる必要があるかなと思います。しかも、その規定のコンストラクタを呼び出すためには、このフィールドに対して、フィールドの参照したそのポインターを渡す必要がある。まあこれ単にキャストしても同じところを指してるはずなんで実害はないはずですけどね。そうしといた方がベターでしょうね。うん、あ、遠いな遠いですね。規定の呼び出しはじゃあ、まあアンスコアンスコベースにしときますか。これをこんな感じ規定のクラスにた、規定のクラスへの規定のクラスの宣言をここへ埋め込む、こんな感じでっていうふうにしておきましょうか。これね、本当はね、今やりたくないんですよね。なぜかというと、この後ですね、GC の対応をしようとするときに、多分ね、このなんかクラスの中に、オブジェクト参照が含まれている場合、そいつを探索可能にしなければならなくて、その探索の手法に影響してくるんですよね、このベースクラスをどう扱うかってことが。なので今本当はね、それ触りたくなかった話なんですよ。だけどまあやるしかないのでしょうがないですね。こうするしかない。で、ちょっと気になっているのは、これでシステムオブジェクトありますよね。ここダミーが定義されてます。で、こうやって制限してしまうと、バリュー2がストレージ内でオフセットが定まらないような気がするんですよね。ここにないので、値が。これ0ってやっといった方が確実。あ、でもエラー出ましたね。これなんで？タイプコンテインズ、アンノーンサイズアレイ、イズノットアロウド。いや、どっちかって言うと、これが削られてる方がアンノーンだと思うんだけどな。消えないか。わかんない。遅いだけかな。ちょっと、まあ、なしで一回ビルドしてみますか。ああ、やっぱり言われてますよね。やっぱここで言われてますよね。このバリュー2の位置が特定できないんですね、これだと。で、0って入れておくと、あ、やっぱダメって言いますね。そんなバカなそんなバカな。ストレージサイズ0。これでもボイドはできないよな。ボイドって書けないよね。書けないよ。困りましたね、これね。近い将来の話をするなら、システムオブジェクトには何らかの不可視な、言ってみればプライベートなフィールドを何か持たせなきゃいけない可能性があるなとは思っています。でもな、今それまあいいか、そういうことにしておいて、この参照が成り立つようにここにはどうしようかな。あまりでかいサイズとか取りたくないですけど、uint8 キーとかにしとくか、とりあえずお茶を濁す感じで。あれ、アイデンティファイヤー new is undefined。 本当か？ uint ってあるんじゃないの。これでいいかな。ちょっとこれでビルドしてみますか。あ、一応通りましたね。あ、ここら辺直してないからエラーというかウォーニングが出てますね。さっきのところは良さそうですね。コンストラクターの実装、
これかな、こうだ。システムオブジェクトコンストラクタのアンスコアンスコベースですね、ベースの参照ですね。うん、流れとしてはこれでいいのかな。ああ、なるほど。なんかいろ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 辛い感ありますね。辛い感ありますわ。ああ、システムオブジェクトのコンストラクター、まあしょうがないか今の時点ではね。うん、でこれこいつ何もしないみたいな感じですけど、これちょっと上持っていきますか。ここら辺に持ってくれるかな。ああ、なるほどね。難しいっすね。はい、じゃあとりあえずそういうふうにしますか。システムオブジェクトは、我々が手で書いてるものなので、メイン C のインクルードする直前にでも入れておけばいいのかな。あー、でもそうか、これがダメか。アンサインドキャラとかにしよっか。うん、とりあえずついつま合うかな、これで。テストターゲットエッジ、まあここではダメだけど、全体としてはインクルードは成立しますね、これで。うん、ああ、メインじゃない方がいいのかな。ここじゃなくて、ああでもそうか、ヘッダーの先頭にないとダメですね、やっぱり。おお、おうち、おうちみたいな感じだな。ああ、どうしよう、どうしましょうね。いろいろちょっと今いろいろ思いついてるんですけど、いい加減かつ実は望ましいんじゃないかと思ってることの一つが、システムオブジェクトの絵の参照をそもそも全部エリミネートする、例えば、これ出力しないこの行なので、このこいつですね、こいつはそもそもシステムオブジェクトを内包しない、まあ、なぜならばそもそもシステムオブジェクトはフィールド宣言が全くないので、まあ、無意味なんですよね、どちらにしても。だから出力しない、なおかつコンストラクターも出力しない。コンストラクターシステムオブジェクトのコンストラクターを呼び出すコードを生成しようとしたらそいつは行を出力しないみたいな極端な方法がまあ取れなくはないかなみたいに今ちょっと思ってたんですが、まあその方がいいかもしれないですよね。なんかシステムオブジェクトのコンストラクターってものすごい頻度で呼び出される可能性があるので、少なくともこいつはなんかインライン化した方が嬉しいですよね、やるとしたら。まあね、なんかデファインで定義して全くあのかからのあのなんかボディとして認識させるとかですね。まあそんなことしなくても少なくとも VC のリリースモードだと完全削除されるような気はするんですが、まあなんかいろいろめんどくさいのでそもそも生成しなきゃいいんじゃないかみたいなのはちょっと思いますね。そうだね。でも派生クラスが規定クラスを呼び出すっていう流れは、たとえ規定クラスがこうシステムオブジェクトじゃなかったとしてもこういう行って結局出力しないといけないんですよね。まあ、今あの単純なね、あの一つしか継承してない、要するにシステムオブジェクトからしか派生してないコードでしかテストしてないんで、なんでまあこういうことが言えるんですけど、どうしよう、このコードを削ったとしても結局後でやらなきゃいけないから一緒のような気がしますね。じゃあやりましょう。近い将来のその
ベースクラスに対して GC がうんぬんっていうのは、まあ、GC のことをやるときに考えましょう。あの今はノン GC でやってるんでね。なんで、GC のことを今考えてもしょうがないので、なので、まあ、その時に改めて、ひょっとしたら2度出番になるかもしれないけど、今の方針としては、とにかく、こういうコンストラクターは定義されている、それから、アンスコアンスコベースという方は、宣言は、フィールドの先頭に必ず出力される。だから、そいつを参照するように出力すればいいという感じですね。そういう方針でやることにしましょうか。あとちょっとですけどね、なんかちょっと今回も長くなっちゃったんで、一旦ここで切りますか。はい。じゃあ次回は、コンストラクターのその辺の呼び出しですね。それを対応することにしましょう。そうすれば動くかな、まあ今回動くかなと思ってたんですけどね。まあなんかいろいろ問題が次々と出ますね、やっぱり。はい。ということで、じゃあ今回は終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。